ロストフナドヌー自治、日本サッカー協会の田島幸三会長は2日、ベルギー戦後に取材に応じ、W 杯8強入りは逃した。ものの、日本を2大会ぶりの決勝トーナメントに導いた西野朗監督について、素晴らしい手腕を発揮してくださった。彼に監督を任せ、そして信じてよかった、と評価した。田島会長は4月にハリルホジッチ前監督を電撃解任し、西野氏の就任を決めた。西野監督の契約はこのロシア大会までで、以降は白紙となっている。今後の監督人事は、W 杯後に予定されている日本協会の技術委員会で検討される。監督人事について、田島会長は、まず技術委員会でしっかりと話し合ってもらうこと。この大会の内容、西野さんの采配等を踏まえて、しっかりと考えてもらいたい、と話すにとどめた。時事通信社。